僕毎食ですね、基本的にあの寮の食堂でね飯食ってるんですよ、ね、あの同期たちとねあの飯をね食ってるわけなんですけど、あの今日の朝飯の時にねすごいショッキングなことがあって、あのね、あの僕のね同期18歳の同期がね、あの、まあ、あの高校卒業してからすぐ来るような子もいるので、まあ、そうなんですけど、あの18歳の同期があの最近はねなんか辛いことがあって、辛いことがあった時にたまたまテレビをつけたらなんかドラえもんをやっていて、なんかドラえもん見てたらね、なんか小学生とか昔の頃のことを思い出してね、ちょっとね泣きそうになったけど、でもなんか元気もらえたわみたいなね、そういうまあほっこりとするね、まあ、ほのぼのトークをね、まあ、繰り広げていたんですけど、それで確かにね、まあ、ドラえもんとかそういうね、今大人になってから昔見てたアニメとかね、番組見たりすると漫画でもそうだけど、なんかちょっとねノスタルジックな気持ちになってね、まあでもなんかちょっと勇気もらえたりね、元気もらえたり、ちょっと頑張ろうみたいな、そういう気持ちになる時もあっていいよなとかいうふうに思いながら話聞いてたら、でもなんか昭和生まれの人とかは今のドラえもんの声って違和感あるらしいっすよねとか言い始めて、はって思って、昭和生まれの人は今のドラえもんの声に違和感があるも、確かにそうかもしれないけど、いや俺もね違和感はあるよ未だに。俺平成7年生まれだから、小学校6年生の頃にドラえもんの声がね大山信夫さんから水田わさびさんに変わったわけなんですよ。だからそう、僕がね、僕の慣れ親しんでるドラえもんっていうのは大山信夫さんの声なわけなんですよ。でもその18歳の子にしてみたら、僕24だ今、うん、6つ下なわけだから、小学校1年生もしくは幼稚園の年長さんくらいの時にドラえもんの声が変わってるわけなんだ。ってことはもう小学校の頃のドラえもんで言ったらもう水田わさびさんの声だから、それがその子にとってのドラえもんの声なわけよ。うん、そう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 。だから他のね18、19の子たちもへえマジでみたいなこと言ってて、いやなんか本当にねすごい悲しくなりました。ジェネレーションギャップみたいなのをね感じました。僕はね、うん、18、19の同期の子たちとね、まあ俺もねまだ中身ガキだから、この動画見てる人分かると思うけどね、僕まだねガキみたいなもんなんで、まあ、18、19だろうがね全然違和感なく、うん、普通にね楽しくおしゃべりができるみたいな、そういう感じかなと思ってたんだけど、やっぱりこういった世代の壁は埋まらないんだなって思って、すごい悲しくなりましたね。いやでも昭和生まれの人はなんかそういう次元にまで来てるのかっていう、なんかちょっと一昔前に変わったんだよねみたいな感じなのかなって思ったら、もう完全に過去のものなんですよね大山で信代のドラえもんっていうのは。うん、だから例えば僕らがさ、ね、この動画を見てる僕と同世代ぐらい、もしくはちょい上ぐらいの、ね、人たちがあの戦前の新聞とか読むとさ、なんかカタカナでさ書いてあって、堅苦しい言葉でさ、なんか右から左にね、横文字が書いてあったりして、なんだこれはとか、ね、昔だなって思うかもしれないじゃないですか。でもね、おじいちゃんおばあちゃんぐらい、もう80、90ぐらいのおじいちゃんおばあちゃんから見たら、あもう昔はこんなんだったみたいな感じで普通みたいな、それギャップですよね。まあ、ちょっとすごい極端で例出したけど、それと同じ感じで今の18、19の子にとったら大山信夫のドラえもんっていうのはもう古典文学なんですよね。うん、もう歴史時代みたいな感じ。もうね、それがね、本当に悲しかったね。いやまだまだなんだけどさ、まだ24なんだけどさ、確実にね、まあ大人から老人へ向かう過程の第一段階ですよ、これが。こういったジェネレーションギャップっていうのは。本当に悲しかった。だから、あの、ドラえもんの歌っていう風に聞いたら、まあ僕はね、普通にあんなこといいなを想像するわけなんですよ。はい、タケコプターをね。想像するわけなんだけど、あの子たちはもう普通にシャララランランの方をね想像するらしいですよ。うん、いやまあ当たり前っちゃ当たり前な話なんだけどね、やっぱ月日の流れは残酷で、やっぱ俺はいつまでもね少年の心を忘れないね、まあ青い人間だと思ってたんですけど、いつまでもねそんなバカみたいなことを言ってられなくなりましたね。うん、いやー悲しいな。いやまあでも別に僕はね今のドラえもんの声も嫌いではないですよ。別に違和感もあるけど嫌いではないですよ。それはそれでね、まあ完全にその大山信夫さんの真似をするわけではなく、自分のねまた水田わさびさんなりのドラえもん像っていうのを確立して
もう小さい子たちに受け入れられてるわけですから、それはいいと思いますよ。だからね、これ一番やっちゃいけないと思うのが、ね、あのドラえもん原理主義者みたいな感じ、まあ、正確に坊山信夫さんのドラえもんも2代目ぐらいなんだけど、その前に日テレでやってたからね、うん、ドラえもんは大山信夫しか認めない、今のドラえもんは偽物だみたいに言ってね、わーわー言う人、あれはね、情けないと思いますね。うん、やっぱりね、まあ、過去の、ね、文化というかその伝統みたいなものを守るのはいいんですけど、そういった保守的になるのもいいんですけどね、排外主義的な保守になっちゃね、ダメですよ。これしか認めない、あれは偽物だみたいなのはね、ダメですね。やっぱり老害にならないためには、うん、自分のね、心をね、若々しく保って老害にならないためには、やっぱ新しいものをね、受け入れる。新しいものも受け入れる、古いものも大事にし、さらに新しいものも受け入れる、これがね、老害にならないために一番大事なんじゃないかなと思いますね。だから僕も大山信夫さんのドラえもんも好きだし、それもドラえもん、うん、でも今のミスターあさびさんのドラえもんもドラえもんだとね、認める、これが大事だと思います。だからね、食わずぐらいしちゃいけないよ。うん、それね、結構作風とかもね、違ってるんだよね。大山信夫さんのドラえもんっていうのは結構のび太の保護者的なポジションなんだよ。第二のお母さんみたいな感じで、上からね、たしなめるみたいな、そういう感じなんだけど、水田わさびさんのドラえもんはね、漫画原作に近いね、悪友みたいな感じ、一緒になってふざけちゃおうぜみたいな色がちょっと強いかなって感じで、そう考えてみたら原点回帰してるという、漫画にね、原点回帰してると言っても過言ではないんで、それはそれで面白いしね。僕も3月に見に行きましたよ、ドラえもんの映画、月面探検記とかいうやつ、面白かったよ普通に。うん、やっぱりね、うん、昔のね、その大山信夫さんの時のドラえもんの真似じゃなくて、さらにこれはこれでね、新しいドラえもんの形を追求しているのがね、分かってね。でもう2006年に変わったから13年経つんでしょ。もうベテランですよね。新しいドラえもんとか言ってらんないよ。もう新ドラえもんじゃないよ、もうあれはあれでもうドラえもんだよ。うん、だからまあそうですね、まあちょっとその月日の流れが経ってね、ジェネレーションギャップみたいなのにぶち当たって本当悲しかったんですけど、うん、まあでもね、老害にならないようにね、だからといってね、そこで大人げなく、いやこんな新しいドライバーの声が違うよとは言いませんよ僕ね。あ、そうなんだという感じで聞き流しただけですけど、うん、そうなんだよ。だからなんか違和感あったんだよ昔さ、なんかドラえもんの声のモノマネをするみたいな流れになった時に、なんか僕がやったらそれ古いやつじゃんみたいなくだりになった時もあったな、はい、というわけでね、僕の好きなドラえもんの映画ベスト3を発表します。はい、僕はね、ドラえもんの映画をね、前作見ています。うん、素晴らしいでしょ。リアルタイムで見始めたのはね、年長さんの時だね、太陽王伝説あたりからリアルタイムでは見ているんだけど、それ以前のやつもね、TSUTAYA のでレンタルしたりとかしてね、まあ、全部見ましたよ。漫画原作も全部読んでる。もうドラえもんに育てられた男です。だから僕はもうのび太です。はい。というわけで、そんな僕が選ぶドラえもんの映画ベスト3はね、こちらですね。はい。1位がね、のび太と鉄人兵団 で、2位がのび太と竜の騎士で、3位がのび太の銀河エクスプレスですね。まあ、解説します。やっぱりね、まあ、3位の銀河エクスプレスと2位の竜の騎士、これに共通して言えるのがね、やっぱりその日常から非日常にだんだんとね、誘われていく、これがね、ドラえもんの映画のね、もう黄金パターン、王道ですよ。やっぱりそれがね、一番出てるのがこの2つの作品かな。まず竜の騎士と銀河エクスプレス。うん、ね、宇宙旅行に行きたいよって流れから、本当に宇宙旅行に行けるよってなって宇宙に探検する前半部分で、後半そこでね、敵がいてそれを倒すって、もう王道なんですけどね、やっぱその宇宙を題材にしたドラえもんの作品っていうのはね、やっぱ外れがないですね。うん、やっぱ宇宙ってさ、まだ分かってないところが多いじゃないですか。だからそこら辺ね、自由に遊べるっていうのがあってね、いいですね。もう本当にこれ見た時ね、妄想したもんね、ああいう特急列車乗って宇宙行きたいなとかね、やっぱその子供の創造心をね、広める、そういうのがね、やっぱ児童文学のね、一番いいところじゃないですか。で、竜の騎士もね、やっぱ恐竜とかね、好きじゃないですか、やっぱ男の子って、大抵、まあ、一括りにするわけじゃないけども、僕もね、恐竜とかね、小学校の頃すごい好きでね、またまあ、これ話がね、すごい上手くて、おーってなったんですよ。
ネタバレとかないよな、もうこれ何十年も前の映画だから。あの地底世界があって、そこにね恐竜人の生き残りが住んでいるっていうストーリーだったんですけど、その地底世界の大陸の中でなぜか一つだけ北海道ぐらいの面積の四角いね箱みたいな空洞があったんですよ。でなんだこれはって話になって、そしたら地底人のね恐竜人の生き残り、恐竜人がこれはね聖域といってね、6500万年前に、突然できて、そこに私たちの生き残りがね、私たちの祖先祖の恐竜の生き残りがいて、そこから私たちがね今生きてるのよみたいな話になって、へーってなったんですけど、その後何やかんやって6500万年前に行く流れになるんですよ。でそこでね隕石が落っこちてきて、恐竜がもう絶滅しそうになって、もうダメだってなって、で津波がね大津波が押し寄せてきて、ドラえもんたちもそこにいて、ダメだ死んじゃうってなって、ポップ地下室っていう地下にね地下室を作る機械っていうのをドラえもんが出して、それをね慌ててね埋めて、地下室作れって やったんですけど、急にもう本当は焦ってたからメモリとかめちゃくちゃにしちゃって、北海道ぐらいの大きさの地下室ができちゃったと。それが聖域だったと。ドラえもんが聖域を作ったという。もうこれをね、まあベタな流れなんですけど、やっぱ小学生の時に見た僕は感動しましたね、これ。あ、そうだったんだみたいな感じでね、すごい震えたの覚えてます。はい。で次1位のね、鉄人兵団。まあこれはね本当悲しい話なんですよ、本当に。ドラえもんのねこの作品、まあ、全体的にも言えるんだけど、悪役がね真の悪じゃないパターンね。これドラクエとかでもよくあるけどさ、なんか4のデスピサロとか、ラスボスなんだけど実はねそのボスにも事情があってみたいな、そういうのまあちょっと話してるといいわ。まあそのねこの鉄人兵団、最後その悪役のポジションにいた女の子のロボットが、その自分でね過去の世界に行って、自分たちの仲間をね生まれないように、その自分たちの想像した作り主みたいな人に指示して変えさせるんですけど、でその変えさせたとともに助かるんですけど、ドラえもんたち助かるんですけど自分も消えちゃうっていう、そういう、ね、悲しいお話なんですよ。でやっぱこれね、あの主題歌がいいんですよ。この大杉久美子さんが歌ってる主題歌がね、もう本当にちょっと聞いてほしい。あの私が不思議って曲、大杉久美子さんの私が不思議って曲聞いてほしいんだけどね、これドラえもんの映画の主題歌の中で俺1、2を争うぐらい好きかな。この話の流れとこの主題歌とはね本当に合っててね、すごい感動します。もうこれね何回見ても泣けますね。これドラえもんって本当泣けるんだよね。でまあそのドラえもんの映画の主題歌で言ったら、のび太とリトルスターウォーズのね武田鉄矢さんの少年期って曲もねめちゃめちゃいいですよ。もうフォークソングなんだけど、なんで今の主題歌の今のねその子供受けを狙ってるような主題歌も別にいいんだけど、昔のドラえもんの映画の主題歌って子供受け狙ってないんだよね。完全に親世代をね狙ってるんだよね。それかもしくは子供の頃に見たものを、子供の頃に見た作品を大人になって見返した時にまた違う一面から感動できるようにしてるのかわからないけど、本当にいいですよ。やっぱドラえもんの映画ね、いいわ。子供の頃に見た映画があってね、大人になってもう一回見たらね、違う視点から楽しめるんでね、ぜひね、映画ドラえもんをね、見てね、心をね、温かくね、ハートフルな人間にね、なりましょう。はい、というわけで、まあね、ドラえもんの話はね、つらつらとしました。はい。